表現上手いな、うん、なんだろう、いや悪くないよな。さあ、トヨさんこんにちは。ということで後編、デミオくん、ちょっとごめんマイク今調子悪くてさ、はいはい、ちょっと仮のマイクだから聞こえにくいかもしれないけど、はい、はい、ちょっと我慢してください。はい、ということで CX3、 あ、デミオくんじゃねえや。CX3 ですね。ほらもうおかしくなってるでしょ。じゃあ CX3 見ていきましょう。はいはい、ね、さっきさ、はい、ナンバーなかったじゃん。はい、え、なになに、どうやってつけたのこれ。クイックリリースってのがついていて。クイックリリース？そうですね、もう簡単に。おぉ、多分出ちゃいます。何だ、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 それ。これは、普通のホームセンターに売ってるステーに、うん、この、よくギターのストラップをつける。はい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 。この間もいた。いました？それ。で、車体側に押すと、おこっちがメスになってて、カチャンと。そうですね、ここにカチャンと。おー、便利やん。いいね。これありですね。ありあり。はい。はい、こんな感じでね。はい、スムージングはしてないのね。これいいよな。ちょっと不足したってるんですけど。ディッシュ。どこのこれ？これは SSR のビエナ。あ、ビエナね。いいじゃん。ビエナディッシュ。かっこいいね。はい、昔俺こういうの好きやった。そんな感じでね。車は結構ね、割とかっこいいんだよな。そうですね。可愛い車だよね。はい。これがオプションの。すごいね。中見ていい？はい。ちょっとさ、低いな。低い。低いな。これ土足でいい？あ、もう全然、はい。低っ。乗り込むとき低っ。車ボタンです。これエンジンかけていい？はい。どこ？ブレーキでプッシュ。ここ？あれ？どこプッシュ？これか。ヘッドアップ。なんか出てきたて。何これ？なんこれ、こっわー、あ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 、すごいね。これ何が映るの他に。これは基本スピードメーターで、ナビ起動すると何百メートル先左とか、あ、出るのそこに案内もしてくれます。すごいね、これかっこよ、はい、てかめっちゃ美味しそうな匂いするんだけど。これ、あ、これです。こっちか、はい、ココナッツの匂いするやん。します。これは、ね、延長してるの。あ、そうです。でっかいな、これ。へ、はい、なんかスピードこういう感じなんだ。タコメーターが真ん中に。タコメインって感じだね。そうです。追従ついてるのこれ。まあ、ついてないです。フルコンだけ。はい。結構いいじゃん、めっちゃ。この赤いのは純正？純正です。で、ここは自分で。何これ。ちょっと外車っぽく。すごいね。3箇所、イルミネーション。あ、自分でやったのこれ。自分で電源取って。何これ、何がついてるのこれ。これはなんか LED の。売ってるのこれが。車種別で売ってて。あ、車種別なんだ。あとはもう穴開け加工が必要なんですけど。下も？はい。へぇー、ちょっと待って、これ BOSE なの。あ、これは実際純正オプションで BOSE の設定あるんですけど、この車もともとついてないので、ステッカーチューンってやつですね。BOSE 、はい、まあ、なんかこれ貼っただけでちょっと音質良くなった気もします。何々やばいだろ、はい、ちょっと音良くなっちゃった。そうですね、はい、これで音良くなるらしいので、はい、これだけで数百円ぜひ。いくら、多分800円ぐらいですか。、はい、やばいでしょ。で、マツダコネクト。あ、そうです。あ、これ車種別。あ、なんかアダプターが車種別で。アダプター、ミラー自体は普通の汎用です。カバーってこと。いや、え、何これ、だって後ろ、後ろはもう車種別でしょこれ、はい、すごいね。この後ろの首が、あ、首から変えるタイプですね。首から変える、シンプルで。いいね、電球色の LED。 そうです。俺これ好き、ね、あったかいよね、この色。高級車っぽくて。高級車意識、はい、そう、あの結構みんなつけないけど、これ電球色のね、はい、LED があるんだよね。なんかほんと輸入車だね、こういうの見るとね。
てか色違う、ここ今思った、ここここ、あ、そうです、色違うんだね、これ。てか赤ステッチかっこいいな。自分はあんまり好きじゃなくて、全部もう黒に統一したかったんですよ、内装。目線がさ、デミオだもん、なんか低いですね、低いよね、これ。はい、こんな感じで、はい、じゃあシュープレーション、はい、行きましょう。はい、さあ、はい、何このスカラマン、これは、水抜きしてくださいみたいな。何水抜きって、ガソリン、あ、燃料タンクの。え、そんなんで、なんか定期点検で出ちゃうんですかね。え、そこからの距離780って書いてあるよ、はい、そんな走る？満タンで800って出ますね。そんな走る？めっちゃ走りますね。今匂いが、ディフューザーの？お前か、はい、あ、モンスターそうです。これね、どのぐらいで当たる？まあ本当にひどくなければ当たら、はい、鳴らした何センチぐらい？鳴らしたはどのぐらいだろうな、4センチ5センチぐらいですね。なんかすぐ巻き上げてるやん、巻き上げてる、ガコンさっき。あ、なんか足どうなんだろう。全然大丈夫です。本当に、はい、あ、シューン行っとる。トラストのエアクリが、エアクリすごいね。そうですね、ちょっとしつこいぐらいうるさいですね。こんな軽かったっけ走り、はい、え、こんな軽かった。でもバネ硬い分やっぱあれですね、レスポンスはいいですね、踏ん張るっていうか。切りますか？何回出すねこいつ。うるさいですね。一応アイドリングストップのキャンセルもできる。あれ、なんか乗ってみると意外と、はい、こんな速かったかな。めっちゃ軽いやん。あ、こんなんだった、はい、やっぱディーゼルターンもいいな。そうですね、下が太いですね。足回りどうなんだろうこれ。わー、どうなんだろう。大丈夫です。じゃあこの感じ、はい、あ、表現に困るな。うん、なんだろう、いや悪くないんだよな、はい、車高にしては悪くないんだけど良くもないんだよ、はい、なんだろう、揺れてるんだけど揺れが柔らかいです。そうです、これは多分リアのヘルパーが入ってて、それで、それで沈み側はすごい柔らかいです、ね、ヘルパー入れてるんだ。バネ遊んじゃってるんで入れないと。なんだろう、新しいな、この乗り味あんまりないんだよな。硬すぎず、結構たまになんかね、表現に困る時あるんだよね。そのパターンですか。標準の車高調だと、はい、はいはいはいって感じなんだけど、はい、何キロ入ってるの。これフロントが8の、リアがヘルパー3キロの、あ、ヘルパーで3入れてんの。はい、で、まあ、普通のバネが10ですね。それか、なんか、はい、ごつい方のヘルパー、ごつい方が結構さ、バネがしっかりしたヘルパー、ヘルパーちゃんと知ってますね。それでか、なんかすごい不思議な乗り方。前はね、割と普通なんだよ。そうですね、後ろがちょっとなんかね、沈み側が独特ですね。そう、なんかちょっと変わった感じがする、はい、あー、なんか2つのバネレート持ってる車って感じなんだ。そうか、こういう感じになるね、はい、え、いいんちゃうのこれ。結構試行錯誤してバネは。え、下のバネ何キロ。下、あ、ヘルパー、ヘルパーじゃない、あれ、ヘルパー2個は入ってます、ね、上、下に自分はヘルパー入れてます。下にヘルパーで、上は何で10キロ、上10キロのヘルパー3キロ、はい、はい、あ、このほよほよヘルパーだな。そうですね、大きい入力があった時に、はい、10キロ効くよね、多分。そうですね、その感じが分からんな。結構面白いかと思います。なんかね、前とさ、はい、リアが明らか違う動きしてるもん、はい、前は結構ちゃんとバネなんですよ ね、 ね、普通の。これいいんちゃう。
どうしてもさ、スプリングを硬くするとさ、はい、伸びしろなくなるよね。そうですね。それがヘルパー3キロ入ってるとさ、はい、ちゃんと設置がするよね、ちゃんとショックが生きてますね。こういう感じなんだ。これ新しいな。新しいな、これ乗らないと分かんないですね。今までだって3キロヘルパーなんか入れる人いなかったもんね、はい、3キロって縮み切らない？縮みます。結構ベタッとならんとか。いや、もう密着してますね。密着してる。はい、それの伸び側かなという感じ。なんか違うって分かる。結構メインのスプリングが短いんで、前切り怖っ。前切りいけます。いけるの？はい、もう樹脂フェンダーが削れてるんで。囲まれた。あ、マフラーですね。ハンドル超クイックなんだけど怖いですね、飛ばした時。あ、そうですね。後ろがよく動くな、うん、若干しつこいですね。しつこいね、ちょっと、はい、ここどう？ほら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 、フロントいいんだって、はい、なんかリアがかゆいとこに手が届かないんだな。なんだろう、すごいずっとリア暴れてるね。そうですね、なんだろう、そこが目立つんですよね。なんか乗り心地は常にいいんだって、あの、はい、大きいギャップ拾わなければめっちゃ乗り心地いい、これ、うん、今すごい良くなる。そうですね、飛ばした時がいいかもしれないですね。ただこういう拾うと後ろが落ち着きないね、はい、そうですね、収まるのに結構ねえ、ちょっと揺れてるもんね、はい、明らかにリアだよね、これ明らかリアです。ああ、そうか、ちょっとあれショックがついてきてないんじゃない、単純に。ああ、かもしれないですね。なんかバネのこのね、合わせはなんか別に悪くない。はい、ショックしっかり受けてるじゃん。はいはい、これがさ、あと伸びたとこ、ヘルパが伸びた時と、はい、その抑える力がなんかヤホ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 ヤになるから、これ店員のなんかショックだなっていう感じするね。独特の、そもそも下げるショックじゃないっていうのが俺の勝手なイメージなんだけど、店員のショックってさ、はい、他のバネつけるとなんか収まり悪くなるようなイメージある。そうなんですね。なんか、結構ソフトじゃんね、店員のなんか足が全般的に。そこにさ、硬い場でぶち込むとさ、はい、ショックがなんか抑えれんくて。そうですね、すごいこういう動きする印象がある。もそもそも吊るしの状態でリア4キロなんですよ、うん、そうだよね。でそれに今これ10キロでしょ。10キロで、もう減衰ついてる？ついてます。固定？いや、ついてます。ついててこの感じ。もうただもう減衰動向っていう話。絞っても暴れる？暴れましたね。暴れるんだ、うん。あれがいいな、伸び側と縮み側両方調整できるシャボシャあるんだけど、はい、いいね、ああいうのだと収まるかも、うん、どっちが暴れてるかちょっと分かんない。沈み側っぽいですけど、沈み側かな、はい、すごいなんかワン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 って他の人に運転してるところを自分の車見たんですけど、うん、挙動がおかしいですもんね。こういうんだな、はい、ね、難しいな。じゃあバネってね、触るとね難しいんだよ。奥が深いですね。そう、ちょっと変わるだけで変わっちゃうからね。ですね。すごいね、なんか落ち着きない子だな。でも楽しいですね。これでもさ、コーナーとかでさ、はい、道が悪いと車暴れそう。あーですね、バーッと押しててさ、はい、確かにハンドリングめっちゃいいんだって。めっちゃいいです。めっちゃ良くて、ギャップが多いと多分不安定になるような動きしてる。ロールはしないんですけど、硬い分、うん、そうだよね、はい、あ、かゆいとこに手が届かんな。これ煮詰めたらかなりいいかも。そうですね、なんか一般道走れたらいいな、なんか、うん、こういう感じになるのね。これで面白い。フロント普通なんやね、意外と。そうですね。なんかミツルの何キロ？8です。8キロがちょうどいいのかな、多分。でもこれ以上上げると硬いって感じるんだよな。そうですね。ストラットだもんね。ストラット。
いいね、これ。いいですよ。いいな。もういらないですね、でも。もういらないよ。もう満足しました。満足した？はい。なんかターボ車って感じするね。まあ、ですね。後ろがなんか変わってるな。ハンドルめっちゃいいね、ハンドリング。いいですね。クイックですね。ね、ただ連続的な段差はちょっと、うん、って感じなんか一発一発のギャップでこんだけ跳ねるじゃん、はいはいはい、多分1,2,3,4,5 とか段差踏むとだるいっすね、うん、あとかね、そうなんか焼肉食った後しんどいっすね、これ満腹満腹やばいやばいっすね、催しますね、これは催すはやばい、そりゃそうだよね、惜しいなぁ、悪くないんだけどなぁそんな感じですね、はい、おぉ、はい、おぉ、久々ハンドに困ったまあこれは高評価ということで、そうなんだね、 OKOK、 はい、はい、ってことでじゃあ表彰式やっていきましょう、はい、さあ、それでは表彰式です、で、マイクが一個ポシャってね、大根君の方が声入らないんでちょっと我慢してください。で、ですね、車的にはまあ面白い、マツダ車でね、CX3 でここまでやるのはなかなか面白いかなと思いました。で、あとね、乗り心地がね、不思議な感じ、ちょっと不可解な点がね、あったので。ってことで、じゃじゃん、愛車自慢認定、キムドの CX3 を 3.5 として認定いたします。ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます。はい。こんな感じでね、まあこの車はどうも手放しちゃうらしいので、で年明けにゴルフが来るらしいので、そしたらまたね見せてもらいたいと思います。ってことで今日はこの辺で、さよなら。Hypnotized by the sounds I breathe.